よろしくお願いします。さあ、第3クール最終日になりますけれども、はい、今ご自身の状態、まあ、疲れとかもあると思いますが、はい、いかがですか。まあ、本当に松井さんも、ご指導いただいて、首脳陣の方もたくさんご指導いただいているので、すごいいい形でいろんなことを試しながら、すごいいいキャンプになっているかなと思います。ジャイアンツファンにとってはその松井さんと今55番を背負っている秋広選手が一緒というのは本当に魅力的だったんですけど、どんなお話があったんですか。まあ、野球の技術的なバッティングの話もしてくれましたし、そのまあ上手くなるためにこういう気持ちでいなきゃいけないのよっていうか話もしてもらったので、すごいいい機会になりました。そうなると松井コーチが来て、何かこう構えだったり少し変わっているところってどういうところになるんですか。まあ、構えトップの位置をこう、まあ、背が高い分、まあ、そのまま打ってしまうとこうボールに対して切りに行ってしまうというところで、ちょっとトップの位置を下げた方がいいねっていう話をしてもらったので、ちょっとそこは意識してボールに対してしっかり捉えられるように、意識してます。その中で紅白戦でも結果も出ましたし、そういった指導してもらえたことが少しずつ自分の中に馴染んでいると、そういったところありますか。まあ、最初はやっぱり難しさというか、タイミングの取り方の難しさは感じてたんですけど、徐々にこう練習していく中で、だんだん慣れが出てきたので、まあ、もっともっと練習して自分のものにできるようにやってきたなと思います。そうなるとこれから沖縄では実戦ということになりますので、どういったところを自分のアピールといいますか見せていこうというのありますか。まあ、やっぱ自分のバッティングかなと思うので、まあ、ホームランもそうですし、ヒットも、たくさん打ちたいなと思うので、一からアピールできるように、頑張りたいなと思います。そして今の放送席にジャイアンツ OB の林正則さんがいらっしゃるので、はい、林さん、はい、秋広選手に聞いたいことがあればぜひお願いします。まずお疲れ様でした。お疲れ様です。松井さんからアドバイスをもらって、はい、自分のバッティング角度含めて何かこう変わったなと思ったことってありますか。はい、打球のなんていうんですかね、その正面からぶつかってる感じというか、厚さっていうところは、今までの打ち方よりすごい増しているかなと思うので、打球スピードも、聞いたところによると上がってますし、いい形になっているかなと思います。まあ、指導されて、すぐ紅白戦も結果が出たと思いますけれども、あの紅白戦の結果の打撃の内容的には、はい、本人的にはいかがだったんでしょうか。まあ、ヒットは出たんですけど、まあ、タイミングの難しさもありましたし、まあ、ちょっとチャンスとかで、なかなか結果が出なかったので、そういうところはまあシーズンに向けて、しっかりと、対策して、していきたいなと思います。まあ、この後実戦がより入って、結果を求められると思いますけれども、はい、やっぱりこう打球の質はかなりいいチームでも高い、いい選手だと思いますので、ぜひとも結果を出してスタメン、はい、期待してますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。さあ、そして、まあ、ちょっとこれ野球とは離れるんですけれども、はい、2月14日バレンタインデーなんですが、はい、チョコレートももらわれたとか、そういったのは。いや、もう無縁な日なんで無縁ですか。無縁の日なんでちょっと。でもチョコはお好きですか。チョコはまあまあ甘いものは好きなので、じゃあこれからまたもらえるかもしれないですね。そうですね。はい、じゃあ活躍と、はい、楽しみにします。はい、わかりました。さあ、それではジャイアンツファンにぜひメッセージお願いします。はい、はい、これから実戦も増えていきますので、しっかりと結果を出して、今年こそは全試合出場して、レギュラーとして言ってもらえるような、成績だったり数字を残せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。秋広選手でした。ありがとうございます。